くはなっていますけどね。まあなってるの方がね。楽しくありません。先ほどね、撮影しようと思いましたけど、自動車と強風で、私の声も入りませんでしょう。はい、とりあえず帰りました。コープのね、近くですけどね。紅茶ね、切れておりましたからね。会話に出す、会話くれます、ね。本来ね、本日、外出予定でしたからね。せっかくの話、台無しでございます。まあ、誰のせいでもね、ありませんけど、これは。どなたにもいつも変わることは不可能でございますからね。本日ね、予約が来る予定しておりませんでしたからね。まあ、紅茶でもね、いろんな紅茶ありますからね、やっぱり、ね、リプトンの癖とかね、紅茶には特徴がありますからね。ミルクティーなり、ね、レモンティーなりで、とりあえず10個。なんだよね、たくさんの方が得ですか。電池が何か消耗していますね。洗濯も行ってない。こういう不潔な人間ね、相手にしたくないでしょ。私もこんなこと嫌ですよ。実際、お風呂にも入らない、洗濯もしない。嫌ですよ。この後見て服も着替えておりません。通うからね。仕方ありません、そんなの。確かにこんなの嫌ですよ。ね。お風呂入って、怪我すると、それこそね、もう、大変になると嫌ですからね。大事を取ってね。そばもね、鍋振るのもね、痛いですからね。まずいパンですがね、お腹も、持ちませんからね、そういうの食べますか。200円のパンもありますけどね、まあ、どういうこともね、コープのパンですからね、変わりありませんからね。ね、こんな人間に相手するな。不潔な人間嫌でしょ。私も不潔な嫌です。嫌いです。そういうことです。せっかくね、早めにお風呂入ってね、出かけましたからね。ああね、ですが11日日曜日にはね、高山出かけたい。出かけたいと思っております。まあ、私もね、口聞かないとは申し、ましたけどね、名前は申しませんけどね、お一人ね、やっぱり口聞きたい方いますからね、私には。口聞きたい一概にはね、私はね、言っておりませんから、どなたか名前は申し上げられません。人、今のところね、女性の方お一人ね、お話しする方はいます。たとえわずかな時間ですけどね、それは私の自由です。まあ、その方はね、公務してない方なんでね、私もお話はしやすいです。うん、日曜日ね、私が動ければの話ですがね。今日はね、もう大事を取ってね。午前中は痛みありましたよ、ひどい痛みが。大量に入れないとね、私はこれ、グラムを取るって、紅茶飲みませんなんでね。ミルクもよろしいですけどね。
グラニュー糖はね、いいんですよ。上白糖もね、甘みありますけどね、紅茶本来の、ね、味が味わえますね。くどくない後味ね、すっきりした味ですからね、グラニュー糖はね。いろんな、お砂糖といえばね、上白糖も一般的でございますけどね、少し割高にはね、だけどね、業務スーパーです。200円以内で購入できますから、その点ね、まあいいと思っております。これはね、スーパーから盗んでまいりました。いけませんよね、そんなこと言っちゃうね。置いてあるからね、どうぞお持ち帰りくださいよね。そんなことには犯罪でございます。極端に大量に量を持って帰ればいけませんけどね、それはあまり良くないですね。だけど自由に守ってありますからね、これなんて、ね、いいですね。まあ言いたい分ね、ちょうどコープの前に川がありますね、小さい川がね、台がありましたけど、強風とね、自動車で私が怪我したら何もなりませんからね、もう引き上げました。何もね、嫌なことありませんでしたね。ね、本日ね、つい先ほどね、横浜の保健局の方にね、問い合わせいたしましたね、横浜の状況をね、お伺いしたところなんですが、私が申した、希望が丘のね、ジャンボ手術師、ね、行きたいということね、フラワーラップはね、そんなにね、感染対策すればね、そんなに、心配はね、東京ほど、まあ、横浜で18区ありますからね、神戸は、神戸のちょっと倍の区がありますから、人口もちろんね、神戸の倍ですけどね、電池が気になりますね、撮影してますけど。もうね、このままね、横浜まで行ってね、もうね、神戸に快楽ありません気持ちでございます。ね、私よく思ったことなんですけどね、23系統のバス乗り場の横のところのね、テーブルあります。テーブルと机ですけどね、撮影してますけどね、津波が参りましたらね、私が一人犠牲になります。他の方はね、高台に帰られますからね、全員助かりますでしょう。その中で私がね、犠牲になると思いますよ。私家の前瀬戸内海ですからね、犠牲になると思いますよ、私一人が。その時全員笑いますよ、23キロの客がね。私みたいにね、生きててもね、何のね、得もないでしょ。神戸人からすれば。嫌でしょ。ね、だからって自分の命でございます。ね、自ら立つ必要も、人からされる必要もございませんからね。だから気をつけております。安全面考えてね、帰りました。紅茶でございます。ちょっとね、今日はやはり神戸の気候ね、4月の気候は私が、やはり寒いと感じることがね、多いですかね。やはりそうでしたね。今日だって奈良なんかです。多分暖かいと思います。昼間とね、温度はもちろん、短くさね、一日の気温差ありますけど。やはり神戸は温度低いですね、4月は。これでございますね。しょっぱんでございます。10枚切ってありませんよね。8枚も少ないですよね。まあ需要がないんでしょう。仕方ありませんね、それは。神戸ですからね、何分。横浜じゃありませんから、ね。まあいろいろ食パンってね、いろいろ1000円とかね、ありますがね。どうってないでしょう。単なるね、あれはね、神戸人のね、ぼったくりでございます。最近流行したでしょ、アイパンが。
私だったらもうホテル、大阪のリガルゲルホテルの、多分購入いたしますよ。400円出せばね、500円出せばいい、おいしい食パンございます。私に声かけなかったらね、私は何も申しませんからね。私はそんなガミにね、怒る人間ではありませんから。神戸人って言葉のね、話し方常識知らないでしょ。私そういうことが最も嫌いです。砕けるのはね、その お仲間同士で砕けたらよろしいです。他人のね、赤の他人ね、負け添えしてね、何なのかと思います、言葉遣い。神戸人近寄るな。これは何度も申します。これは蜂蜜バターでございますね。だけどね、やっぱり動かしたら痛いですね、やはり。ね、私は助けてくれとは申しません。自力で這い上がりましたからね。そんな根性甘くありませんから。昔からね、こけても自力で這い上がりますからね。子供の頃もよくこけましたよ、私。こけてもね、自力で這い上がる。ね、そんな泣きませんでした、私は。だから強い。なんていうね、根性こかって言われましたからね、こね。人からね、もちろんされるのは嫌ですよ。当然ですよ、そんな。人からこかされる筋合いないじゃないですか。どなたもそうでしょ？当然、近寄るなとは申します。ね。それでもね、強要するなら、私は正当防衛でね、防御いたしますからね。それは相手の方が悪いですから。そんなことは法律でも通用いたしますからね。どなたも嫌なことは嫌でしょ。電池がね、もうちょっと切れてまいりましたからね、カメラ交換いたしますね。一旦ここでね、ちょっと動画を切りますね。